はい、お集まりの皆さん、こんにちは。こんにちは。やってまいりました、よさこいチームせいやでございます。1回目踊った時も、お話しましたけども、お隣鹿沼市、いちご市ですね、いちご市、いちごの里鹿沼市からやってまいりました、せいやでございます。本日は、栃木よさこいお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本当にですね、今日一日通してたくさんの、やっぱ春っていいですよね、春によさこいっていいですよね、なんか出会いと別れの季節ね、涙も少しちょちょ切れながら一日、過ごしてまいりました。久々の再会がたくさんありました、ありがとうございます。そしてですね、朝一来た時点でもう本当もカメラマンさんがたくさんいるので、皆さん終わった後お家帰ってしっかりとSNS に栃木さんよかったよって、よかったよって書いてくださいね、よろしくお願いいたします。そんな我々せいや、栃木県のチームとしてたくさん、活動しておりますけども、これから披露する作品日光を表現していきたいと思います。その話はいつもの MC 勇さんがやる予定なんですが、私から皆さんにお願いが2つございます。そのうちの1つを私から説明して、2つ目が勇さんということはもう分かってますよね。はい、午前中からいる人は分かっていると思います。我々がせいやよろしくお願いしますって大きな声を出します。そしたらですね、ぜひね、皆さんと一緒に作るお祭りなので、せいやーせいやーって声をいただきたいなと思います。一回ですね、あそこにいるみーちゃんが練習見せますんで、ちょっと一回聞いてもらっていいですかね。それでは参ります、せいやたらして、はい、よろしくお願いします。はい、これです。あ、栃木の誇りだよって言ってました。はい、これ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 、栃木の誇りだぞって言ってくださいというのも変なんですけど、気分が良かったら言ってください。ぜひ言えるかなってちょっと自分の中で判断してもらってお願いしたいと思います。一回練習しますよ、皆さん。いきますよ、いきます。姿勢を正して、はい、よろしくお願いします。せいやいいですね、持続性がある、すごい持続性がある、とてもいいと思います。ぜひ一緒にお祭りを作っていただきたい、いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではですね、2つ目のお願いはもうちょっと先に、話をさせてもらいます。とりあえずですね、今から演舞します曲のテーマですけども、栃木県が世界に誇ります日光、日光の自然の雄大な美しさとその地に息づく歴史、そしてそれぞれの美しさが調和する姿を全身全霊で表現いたします。ここで先ほどの2つ目のお願いがあります。演舞途中、叫べ日光というフレーズが4回入ります。午前中の部分はちょっとやったんですけども、ちょっと今クレームが入りまして、もっと付け加えろということなんで、そこをちょっと皆さんにですね、付け加えて、叫べ日光とやるんですけども、それ4回昭和してもらうんですけども、日光の時にですね、お客さん正解です、これです、これ、これを一緒に手も合わせてですね、叫べ日光ということで、やってもらえればと思います。一回ちょっと練習していきたいと思いますけども、いいですか、せーの、叫べ日光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 。ありがとうございます。これで日光さんが完成いたします。それではご声援よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。せーやー、日いずる国を生きる日光水質結構ということなかれ、はっ、
奈良県動物